結局5年でプロ野球を引退しなきゃいけないレベルだったのはその12年伸びたんやんもし自分にキャッチングなかってみるこれね写してるけど、うん、俺からくれんくれよ <laughs> マ<ジ>で <laughs> 俺からくれんくれよキャッチングは本当にねやっぱり一番、うん、やっぱりこう人生長くしたと思うキャッチングの話をすると、うんうん、一番最初に受けたの桑田さんだったんですよカーブいくよって立ち投げでカーブいくよってキャッチャーでこうやって立つじゃないですかこうやってね、うん、難しいよね,ねほんなら1球目にほとんどじめちゃくちゃ膝が立ったってマジ 60球ぐらい終わったんですかね、座っていろいろやって、で、終わったら桑田さんから、トントンって後ろから叩かれたんです小田君はもうディフェンスで食っていった方がいいじゃんって言われたんですよ、これはもうどういう意味かって、当たってるのに、めちゃめちゃキャッチングうまいじゃんって言われたんですよ、この人、ちょっと頭おかしくなったのかなと思って、当たってるのに、本当にキャッチングがうまかったみたいで、他のストレートとか、それが、だからうまかったみたいです。